はい、皆さんこんにちは、リュークリューです。今ですね、カナダにおりますが、今からヨーロッパ、パリの方に飛びます。そこからですね、今回鉄道の旅をしたいと思っておりますので、最後までお付き合いいただければと思います。では行ってきます。はい、ということで今回の鉄道旅はこちら、ユーレールパスっていうヨーロッパの鉄道乗り放題パスをですね、使いまして旅行したいと思っております。で、このチケットのすごいところは、33カ国をこの一つのチケットで旅することができるという点でございます。まあ、そうは言ってもお高いんでしょう。はい、そうです、高いです。全然安くはないですねっていうのがね、まあ、本音なんですけれども、まあ、そんな私の本音を置いときましてですね、まあ、チケットの設定自体はいろんな種類があります。長いもんで、まあ、1ヶ月とか、短かったら5日間とかもあるのかなということで、その期間によって値段が変わってくるんですけれどもね、こういった詳しい情報については私よりもはるかに詳しく説明している動画がたくさん YouTube 上がってますので、ご覧いただければと思います。で、これがですね、そのユーレールパスで使える、まあ、ヨーロッパ、これ全て移りきってないんですよ。これよりもっと広い範囲でね、電車乗れるんですけど、この全区間が、まあ、いろいろルールはありますけれども乗り放題ということで、まあ、このことをですね、頭に入れていただきながら、これからの動画をご覧いただければというふうに思います。では行ってきます。で、今回は自社便でパリの方に行きましてですね、飛行機前方の方の座席が空いておりましたので、まあ、座らせていただくことできました。もうこれで全然ね、着いた時の疲れが違うんじゃないかというふうに思うんですけども、全然寝れずに到着でございます。はい、パリに到、はい、パリに到着いたしました。パリの時間で今午後1時過ぎでございます。はい、で、私ね、ここで考えていたのは、パリに到着、その後飛行機でですね、スイスチューリッヒの方に飛びたいというふうに思っておりました。で、チューリッヒから鉄道旅を開始しようということでですね、ここパリでは飛行機の乗り継ぎだけを予定しておりました。で、まあ、パリシャルド・ゴゴール空港とか言えた試しないんですけど、着いた瞬間から人多いなと思っててね、ちょっと乗り継ぎ時間タイトやし厳しいかもと思いながら、全力疾走でパスポートチェックとか手荷物チェック受けてですね、ゲートの方に向かっております。さあ、結果はどうだったでしょうか。乗れたのでしょうか。皆さんダメでした。っていうのも、もう髪の毛もごしゃごしゃもどうでもよくなってるんですけれども、パリについて乗り換えてですね、私はもう名前も出ない、チューリッヒに行こうと思ってたんですよ。で、そこから鉄道の旅を始めようと思ってたんですけれども、その飛行機乗れませんでした。っていうか乗り遅れた。ここのシャルド・ゴゴールのヤバさはね、もうややこしいぐちゃぐちゃ迷路みたいなの分かってたんですよ。ターミナルめっちゃあるし、けど今回もですね、結局ターミナルもうなんか乗り換えが2回あって、シャトルみたいなバスみたいな2回乗り換えて、ほんで手荷物検査も1回やって、もう何言ってるか分かんないと思うんですけど、まあ、なんせごちゃごちゃになりましてですね、もういろんな人に聞きまくってやっと着いたんですが、間に合いませんでした。ということで、ちょっともう息が切れて、汗もぼちゃぐちゃで、髪の毛もボッサボサで、本当にね、まあいつもあれですけど、本当にお見苦しいの申し訳ございませんけれども、ちょっと今からどうしようかなというところで考えておりますが、一息つきたいけどね、つく間もない、ちょっと進んでいきたいと思いますが、その都度ご報告できればと思います。ということで、もうね、気持ちを切り替えましてでございまして、もうね、私自分の顔を今ちょっと映せる状態じゃないぐらい汗ボタボタな感じになってますんで、ちょっとまあこっちの景色をご覧いただきながら、まあ今生でお話ししてるんですけど、もうね、空港から電車乗ります。はい、空港から電車に乗りまして、で、まず第一の目的地まで向かいたいと思いますが、時間がかかる、まあ、それが電車の旅ということで、はい、もう私もなんか何をしているのかちょっと分からなくなってきましたけれども、これが旅の面白いところでもありますよね。はい、何が起こるか分からない、だから旅はやみつきになってやめられへん、そういうことだということにしましょう。あ、ここ懐かしい。そうそう、ここ割となんか多分これ何ターミナルか知らんけども、ターミナルありすぎてよう分からないんですけどね、前フライトで来た時こういうとこでこのターミナルだったんかな、覚えてないもんですね。駅表示あった。そう、あのね、チケットマシーンそこにあるんですけど、あの使い方が難しかったんですよね。また並んでるわ、もう空港U ターン並びますからね、並びに来てるんです私は。もうで、もうパリ着いた途端にポール、初めましてじゃないわ、初めましてじゃない、またこんにちはということで、前回は、まあ、ここで買えなかったんですけど、まあ、ちゃんとね聞いて最後買えたんで、今回はね係の人に聞かんでも買えるはずです、うん、覚えてるはず。今回は普通なり変えたと思ってるんですけど、ちょっとバタバタするね。はい、どこから差し込むのこれ。こっちか、いいのかな、抜いて。
もう切符買うのだけでもおどおどするわほんま。あ、出てきた日本の切符みたいな。パリ行き10ユーロでした、ほぼ。はい、行きます。はい、もう全ての道はパリに続くってわざと言ってますよ。ローマに続くやけど、ほんまに、まあ、大体どの電車乗ってもパリには着くでしょって言ってたら違うとこ行く可能性もあるからね。ちょっと電車の中地獄みたいになってる。めっちゃみんな暑そう。もうちょっと空いてるところ、みんな手前で乗りはるから奥に行きゃ空いてるはずと信じてドアを閉まる前に乗らなあかんけど、ここら辺に行か。車内とんでもなく暑いです。ムシムシしてる。エアコン一切効いてない。ちょっと車内激混みになります。空港出て次の駅なんですけど、なんかコンベンションセンターみたいなところで、多分ね、あの日本のアニメなんていうんやっけ、ああいうのアニコンじゃなくてコミコンみたいな、そのコミックとか日本のそういうのの多分やってたと思う。あのここの車両そんなにないけど、さっきバーって来たら日本のアニメの格好してる人いっぱいおったということで、まあ日本好きの人がいっぱい、あ、乗れてないわ、乗れへん、ほらほらほら、あれとか何か知らんけど、なんなんやろあの漫画。もう本当にパリの地下鉄っていうか、もう電車は本当にカオスですね。カオスって字に、もうカオスってなんていうの、もう辞書でカオス引いたらここですって出てきそうな感じ。はい、パリのリヨン駅に到着いたしました。ちょっと日本の満員電車私慣れてたと思いますけれども、まあね、日本なかなか、まあ、最近満員電車乗る機会もないっていうのもあったかもしれないですけど、ね、日本の満員電車って皆さん結構こう秩序が保たれて満員電車でパンパンじゃないですか。秩序保たれてない満員電車なんで、もうちょっとえらいことでしたけれども、あーやっと、もうね、私パリを素通りするんですけれどもね、まあ一応地上には上がってきましたけれども、なんせ本当にお祭り騒ぎですよ。ということで今回はですね、まあ急遽オパリが私たちの、鉄道旅の出発地ということに決定いたしました。はい、ちょっとね、今からどこ向かうかはちょっと落ち着いたところでおしゃべりたいと思うんですけど、それあと花がええ匂いする思ったら花屋さん、そらせやな言うて、ええ値段すんなほんで、うん、高いそうなんでも。次のね、電車までちょっとまだ時間があるんです。次の電車っていうか、初めて私たちが乗る1本目の電車、地下鉄以外のが夕方の6時20何分出るんですね。でまだ5時前なんでちょっと時間があるんでね、お茶して正気を養いたいと思っております。はい、ということで今リヨン駅の駅舎が見える目の前を陣取りました。このカフェでね、ちょっとコーラとか皆さん飲んではるから、私もコーラをいただこうかと思っております。ここはペリエでとか言いたいとこやけど、今もう絶対コーラ。さっきのカフェでなかなか店員さん来ずも諦めて、結局普通にペットボトルのコーラを飲む。もうそれで十分、まあ、この景色で、はい、コーラパリ、インコーラパリ。はい、リヨン駅からちょっと歩いたところ、まあ時間あるんで来たんですけど、奥にエッフェルタワーのピョーンって通天閣の上みたいな、あれエッフェルタワーですおそらくが見えますけれども、ほんであれが、ノートルダム大聖堂ですね。何年前やったんでしょう、あの火災になりましたけれども、今も復興の、工事が行われているようですね。もうこっち側は一気に近代的な街並みっていう感じですね。こんな感じ、うん、エッフェル塔も好きです。でも通天閣の方がもっともっと好きです。以上です。ということで今からちょっと電車乗りますんでね、電車の中で買われへんかもしれんから、お水と、あ、これちなみにあのロンドンとかでもよく見る、なんかなんていうか知らんけどよくあるお店ですね。でこれマンゴー、あ、パイナップルや、パイナップルの切ったの、うん、マンゴーを、これトマトスープ熱々で、キッシュ、ほうれん草のキッシュかなこれ。んでいつからそんな健康志向になったんですかっていうぐらい健康志向な感じの、キンワとか
なんこれ何やろ、なんかまあ健康そうなもんばっかり入ったサラダみたいな買いました。これでね合計ねいくらやろ、 33.65 ユーロ。高っ。よく考えたら日本にしたら4500円とか5000円手前、高すぎますね。はい、まあでも仕方ない、ヨーロッパですから。これあのパスタにかけるトマトソースやんっていうぐらい、スープっていうかトマトソースみたいな感じなんですけど大量に入ってる。でも美味しい匂いします。いただきます。スープ食べてたんですけどね、なんか熱さでかしらん、これ木のスプーンやから、見て真っ平ら、全然スープすくわれへんの。あ、すくえるっちゃすくえるけど、こんな真っ平らなスプーン見たことないでっていうぐらい、どうでもいいことですけど、はい、すいません。はい、ということで私たちが今回乗る電車は、1本目、どこだ、18時21分発のバッセルわかんないんですけど、雪の電車です。でまだね、あのもう言うて6時なんですけどね、今もう20分前なんですけど、まだこのホール2っていうこの大きな、ここのこの駅舎がホール2なんですけど、ホール2っていうのを書いてあるんですけど、そっからどこの何番線から出るっていうのがね、20分前でもまだあの表示されてないんですよ。なんでこのように掲示板の前にたくさんの人が待ってます。もう列も合ってないようなもんで、改札口に人が殺到してます。疲れてきた、もう、はい、今日飲んのはこちらです。 TGV リリア、フランス、スイス行き、これスイス間を運ぶやつですね。二等車なんで、まあ、指定席とかでも何でもないんで、みんな早いもん勝ちで遺跡を取ろうという感じで多分走ってる感じです。はい、もうとりあえず座れたらいいです。ということで無事車内に乗り込むことができましたが、ほんまにほぼ満席というか満席やったんかな、完全にもうすんごい人でごった返してたんですけれども、一応ね私自由席かなと思ったら指定席になっておりました。でこれまた海外の電車あるあるですけど、知らん間に扉閉めてスーッと知らん間に発車してるっていうね、いやもう帝国過ぎてるから行くでみたいな、そういうとこは意外とさっとあのしらっと行くんやみたいなね、なんかノリノリで行こうぜ扉閉めたで行くでみたいな海外があるかなと思うじゃないですか。逆になくてしらっと、えもう出たけどもう動いてるよ電車みたいな感じなんですよね海外ってね。はい、それではですね電車の中をツアーしてみたいと思います。私ホテルのルームツアーよくやりますけど、電車のツアー、トレインツアーは初めてということでね、1階と2階席がありまして、こちら2階席の方に上がってまいりました。このね扉があるんですけど、これね緑押すでしょう、軽く押しただけじゃ開かない、皆さん強めに押してください。これね気使ったらあかんの、グーって押してほんで開きます。でこのフランスとスイスを結ぶ高速列車、まあ、日本でいう新幹線みたいなんですけれども、1等車と2等車がございます。私2等車の席なんですけどもね、1等車の方が席が広々としているようで、まあ、そちらの方には入れないので行ってないんですけども、こういう感じで連結部分にはですねお手洗いがあったり手荷物置くスペースがあったりします。お手洗いはこんな感じ、飛行機のお手洗いとほぼ変わらない感じですね。で誰しもが恐れるこのねドア開くかな、緑ボタン、はい今回開きました、強めにグー押してますからね。でこちらが食堂車でございます。まあって言ってもすごい豪華な料理が出てくるっていうわけじゃなくて、軽食をね販売しているような感じでございました。でもちろん地域や国が変われば食べるもの好み変わりますけれどもね、なんかやっぱサンドイッチ系が多かったです。私はこんな感じだとおにぎり食べたいと思いましたね。ちなみにフランスパリからスイスの経由地バセル駅まではですね3時間5分の乗車でございました。でこんな感じで壁のパネルでね、うち早いやろどうみたいな感じですごい自分をアピールしてくるんですけど、この時時速282キロで走ってます。まあ早いんですけど、日本の新幹線の快適性には全然及ばないなというふうに思いました。ごめんなさい本音です。たまに、まあ、バセル駅に何分か遅れて到着しました。今からですね乗り換えないといけないんです。でももうその次の電車の出発時間迫ってるから、焦る、もうついにここはですねスイスです。バセルはスイスの街でございます。今からですねもう一回普通の違う電車乗り換えてスイスの、オルトンっていう街に今日は行って、そこで泊まります。乗れるかな、でも間に合うかな。
17番、もう駅をゆっくり眺めましょうかとかいう時間もない。よしよし、ここや。え、まだおる？もう電車。さあ乗れたでしょうか、乗り遅れたでしょうか。乗り遅れました。私たちが乗ってた電車がですね、3、4分もうちょっとが遅れて、でもうまた降りる時もカオスでブワーって我先に状態が起きたので、でヨーロッパ特有のもうホームどこ、え、どこ、どれがどれみたいになって、もうそういった間に多分出ちゃってて、はい、まあ、次は20分後にもう1本あるということで、もうそれはね絶対逃さないようにしたいと思うんですけれども、あ、ここやな、書いてますわ、オルトン行きね、はい、10時1分発、はい、これはちゃんとオンタイムで来てほしいもんですけれども、ちょっとスーパーでも寄ります。めっちゃハリボーの組揃ってる、さすがヨーロッパ。まあ、スイスはねめちゃくちゃ物価が高いって言いますけど、スイスフランなんかな、この値段の表示は何をベースに基づいてやってんやろ。そういう下調べもなく来てるんで、ちょっとトンチンカンなこと言ってるかもしれません、すいません。コーラ普通のよりちょっとデカめのやつが 1.8 ユーロなのか、普通のは 1.40 と、ビワ売ってる、珍しい、これビワですよね。え、ビワちゃうのかな、私にはビワに見えるけど。ということで、オルトンか知らんけど、駅に乗れました。早くベッドで横になりたい。ちゃんと開かないパターンね。よいしょ、いた、着いた、やっとホテルのあるオルトン、オルテン、日本語だとオルテンみたいですね。オルテンの駅に着きました。ほんのにちょっと数時間前までこの街のこと一切知らなかったんですけれども、もうね時間は10時40分、午後、はい、もうすぐ寝ないといけない。なんかすごいちっちゃい街やと思ってたんで、もう駅降りたら私たちしかおらんのちゃうかって思ってたんですけど、意外とねこの夜遅い時間でも人通りはありますね。まあ駅ですけど、ここしかも駅めっちゃ立派やし、もう外ね真っ暗すぎて全然どんな景色が広がってるかわからない。川が流れてんだ、でも目の前に。明日のね朝明るくなってから見るのが楽しみですけれども、いやー、夜やけどめっちゃいい感じ。教会でしょうか。全然ねそんななんかきらびやかな街、いや、まあ、夜景としてはねあれですけど、すごい綺麗な気がする。あー、スイスの旗や。スイスに来たっていうのをね、これで全然スイスの旗たなびいてくれよ。その手前のこの木、3本の木の旗もめっちゃ可愛い。あ、スイスの旗、はい、スイスです。ただですね、ホテルがちょっと問題で、チェックインの時間、チェックインするために、まあ、スタッフの方いらっしゃるじゃないですか。その方が、今日は6時までしかいないということで、もう私今10時11時前なんでもういらっしゃらないんですね。でもうどうなんやろうと思ってたら、さっきメールが来てて、このコードを入れて、でこのコードを入れてドアを開けて、そしたら横にメールボックスがいるから、またそこに違うキー入れてみたいな、それでカードキー取ってくださいみたいなメール来てて、それで実際うまくいくのかちょっとめちゃくちゃ不安ですけど、はい、まあこれね海外旅行あるあるですよね、はい、なかなか一筋縄にいかないですけど、まあちょっとどうしても今日はシャワー浴びてベッド寝たいので、どうにかしてでも泊まります。はい、こちらが本日のお宿、さっき見えたあの教会がここに光っておりますけれども、多分ここ、たださあここからどう行く、正面玄関はこれ裏玄関か、ややこしい、どーん行けるかな。探し回ってやっと分かった、ここでした。ここにキーが入ってるって、こんなん分からんて、はあ、でそこに暗号書キーを入れて、焦ったわ。でここからは入れないんですって、ややこ。ということで、
夜の時間はメインから入れないから奥側回ってくださいって書いてた。またその玄関が分かるかどうか。私多分ね、この一瞬で数時間で多分めっちゃ年老けたと思います。まあそんなこと言うとして、あのお部屋ルームツアーちょっとだけしたいと思います。はい、まず入ったらちょっとエアコン今ねガンガンかけてるんでめっちゃ暑いんです今。はい、ということでかけてますけど、はい、入ったらまあベッドルームですが、こちら紫を基調とした壁、珍しいですね、パープルで。はい、で、まあ中はこんな感じですね。備え付けのドライヤーがあって、割とヨーロッパのバースルームにしては広々はしてないけれども、割とスペースある気がします。で、まあシャワーブースですね。そしてお部屋自体はこんな感じです。広々してます割と。これでね、やっぱりスイスってめちゃくちゃ高いので、何倍やったかな、170ドル、日本円で1万7000円ぐらいします。まあまあ仕方ないですね、それぐらいはしますよねっていうことにしてさせてください。本当だと思って安いとこ見つけたいところではあるんですけど。でライトがありまして、このねライトもすんごいしなってるでしょ。しだれ桜よりもしなってると思うんですけどね。ライトどこどこってさっき探してもらった、ここにちっちゃいポチッてあのこれがライト、気づくかいっちゅう話。はい、ほんでお外はですね、もう今真っ暗ですから何も見えないですが、窓開いてるやん、閉めとこ、なんで窓開いてんの、よいしょ。大変でございました、よかった。もうこのまま野宿か今日はって一瞬思いましたけれども、よかった。もう鼻もテカってる、顔もテカってる、もういい。あ、こんなん置いてある。アメちゃん、多分ハウスキーピングしてくださった方がどうぞっていう感じで置いてくださってるやつですね。はい、ということで、もうシャワーに浴びたくて、シャワー浴びたくて仕方ない、シャワー浴びます。はあ、疲れました。でもまあ自分が行く言うて来たいの頃ね、楽しんでいきたいと思います。あといいなと思ったのがこの変圧器、 USB も対応してるやつ、これ置いてくれてんのありがたいですね。はい、さすがスイス、いろんなとこから来はるからやると思いますけど、お客さんがね。皆さんおはようございます。スイスオルテンの朝でございます。今ね6時過ぎですね、6時15分ぐらいかな朝の。はい、まあ、時差ボケかわからないか、興奮気味やからか早く起きました。雲一つないです。まだちょっと朝早いんでね、そこまで日は照ってませんけれども、今日もこのスイスでも30何度までなるそうで、かなり暑くなるそうですが、早速このオルテの街をね軽くささっと散歩して、ここのホテルは朝食ついてるそうなんでラッキーということで食べて、本来行きたい場所ですね、もう一つの街にこの後向かいます。では行きます。もう旅行中は帽子さえあれば完璧、本当に。行きましょう。結構刺激的なポスター貼ってあるわ。ということでヨーロッパ鉄道旅、記念すべき第1回はこの辺にしたいというふうに思っております。次回からはですね、スイス、そしてさらに次の国というふうにね、トン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 とリズムよく行きたいというふうに思っておりますが、もしよければチャンネル登録といいねの方もどうぞよろしくお願いいたします。ということで今日も長い動画でしたが、最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。また次回の動画ですぐお会いしましょう。バイバイ。